はい、どうもタンタンです。こちらコアロハの、ソプラノロングネックモデルですね。 KSM-02、今回ねこの KSM がね結構いいのがいっぱいあったんで、これ4番の個体です。はい、普段ねあんまりこのソプラノロングって多く入ってきてないんですけども、今回はね特にサップが入ったモデルが多くて非常にいいものがたくさんありました。こちらの個体、この4番の個体もこのトップでセンターですね、まずサップが入ってるので、この辺りの木目もちょっと独特な雰囲気ありますかね。さらにはバックもやはり同じようにセンターにサップが入ってるといった、こんな感じの、はい、木目の個体が、これが4番の個体ですね。まあ、木目はねいろいろ入ったやつもね結構キャラクター様々なんですけれども、本当にこうコアロハらしさっていうのがどれもしっかりと感じられる、そんな音色になってますね。明るい音色でしっかりと大きな音が出る、そんな感じですね。こうこれだけあのボディがしっかりとなって大きな音が出るので、こうなんて言うんでしょうね、もう無理にこう強く弾かなくてもちゃんと音が出てくれますから、こう余計な、ね、力が入らずにしっかりとした音を全体に出せる感じかなと思いますね。だから単音一個一個の音もこうハイポジションの方までしっかりとボリューム感があってなるし、こうコードなんかももちろんこの辺のコード和音でもこうちゃんとなってくれるし、もちろんローコードのオープンコードでもこの辺のボリューム感はすごいですけどね、やっぱりね。非常にまあどのあたりをどういう風に弾いてもしっかりと音が出てくれる、弾いててね本当楽しくなるような一本かなと思います。はい、ということでこちらコアロハのソプラノロングネックモデルですね。 KSM-02、 こちらがソプラノロングの4番の個体、こんな木目ですね、サップの入った、はい、綺麗な木目の一本でございます。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。